ジブリズ・エマヌはカメルーンのヤウンデ出身で現在はフランスの柔道選手6 3ラム級の選手身長1 6 2トル。5段カメルーン出身で2歳の時にフランスに移り住み13歳の時に柔道を始めた当初は7 0ラム級の選手で2005年の世界選手権では決勝で敗れるも2位となり 2007年の世界選手権では優勝を果たしている。しかし2008年北京オリンピックでは初戦で敗れる結果となった。その後階級を6 3ラム級に下げるが2009年と2010年の世界選手権ではいずれも早い段階で敗れて結果を残せなかった。しかし2011年に入るとグランドスラム、 リオ決勝で日本の安倍カナに敗れた以外は国際大会で優勝を重ねて8月にパリで開催された世界選手権では決勝で世界選手権に連覇の上への順位を判定ながら破り2007年の7 1ラム級に続いて2階級制覇を成し遂げた2012年7月のロンドンオリンピックでは準々決勝で敗れるも その後敗者復活戦を勝ち上がって、銅メダルを獲得した。2013年の世界選手権では3位となった。2014年からは階級を再び7 0ラム級に上げると、グランドスラム、東京で優勝した。2015年の世界選手権では2011年、以来4年ぶり3度目の優勝を果たすこととなった。2016年のヨーロッパ選手権では5度目の、 優勝を飾った。2016年リオデジャネイロオリンピックでは、初戦で、イギリスのサリー・コンウェイと対戦すると、抑え込みに入るも逆に切り返されて、上司方型で敗れた。70kg 級での成績以降は 63kg 級での、成績 70kg 級での戦績。ありがとうございます。